惜しいな手に持ってる。R18 金グッズがなければ、夕暮れの屋上でたたずむ、物憂げな美少女っていう題目で最高の紙一枚円なんだけどな。おい、R18 金グッズ増やすないやでも予想通り黒の下着か。暑いな、それは。金色ラブリッチェ。怖いですわね。今度は何をしでかすよ。前回は何をしでかしたの <laughs> そこからちょっと経緯を知りたい。だよね。 マストでずっと定額してて欲しかったかも。もうマストという単語を使うことがマストになってんだ、こいつは。<laughs> そんなあれ狂ったやつなんだ。ほんと、ほんと。一松もいるし、ノーブル学園の品性が地に落ちるわ。え、なんで流れ玉直撃しないとあかん <laughs> 今は定額した子をディスる会でいいじゃん。<laughs> 巻き込むなや。何もしてねえだろとのこと。 昼休みになる頃には、ざわめきはすっかり収まっていた。問題はリアがどのクラスに属するのかっていう話だよね。もしかして後輩ポジションってことあるちょっとあの低身長ってこともあるし、結局低額してたったやつは誰なんだろうまあどうでもいいか。ごはん、ごはん。あ、またもうカービィキャラに。<laughs> もう爪痕残したからええんちゃうかねえ、おら、今日は。あー、あーお前何 <laughs> 今日呼び出し食らってねえだろそこにいる金ぴかのカービィと一緒に飯食えよ。悪い、ちょっとブラブラしてくる。えお いや、辛い辛い。ふふふふ。転入3日目のイベント少なすぎる。ふふ。一人で外へ。シルビーは多分、昼食のお誘いだったんだろうが。よし、行きましたわね。よし、うざ。ふふふふ。そうか、お前らのせいか。ふふふふ。でもこれはある意味、主人公とリアの一級打ちイベントでも見れるのかな周りの女子の目がきつかった。今日は気分が乗らない。あの目線に耐えるのは億劫だ。こんな不景気な面で、お姫様の隣にいたら変に目立つだろうし。あ、シルビーを重んじてね。いや、お前絶対自分の心の安寧のためだろ。う。 昼飯は楽しみだったんだけどな。朝言うと食事がしょぼいから、補う意味で <laughs>。もう唯一食事を楽しむ時間が昼食だけっていうのきついわな。でも気分が乗らない。またここに来た。いやちょっとタバコの匂いがするとか、転入初日に匂わすだったからね。いや絶対リアとのエンカウントイベントじゃん。はぁ、あ。え、飯買ってきてねえや。あー、もうお疲れモードだ <laughs>。人生初の花金でテンションぶち上がってる新卒社員を見ているベテラン社員の心持ちみたいになってるも主人公が。 まあいいか。勾配まで戻るの面倒だし。あ、まさかの昼飯抜け。<laughs> こいつ食事楽しまんだ <laughs>。管理用紙がいたら振りかぶってぶん殴られるレベルで食事メニューひどいぞお前。行って変な目で見られるのもきつい。このままここで時間潰そう。休みが終わるギリギリに勾配行って何か買えばいい <laughs>。お前どうせパンやっけ <laughs> なんそんな小麦ばっか取るのうつ病になるよ。いい加減になってるところに腰掛ける。はあ私立ノーブル学園。ふふふふ。 何度見たかこの出だし <laughs>。日本でも有数の特殊な学園だけど、前行った普通の学校と最終的には同じような場所に帰ってきちゃうんだから、不思議だ。なんか主人公にとってちょうどいい学校というものがないんだね、きっと。社会不適合者かもしかして。学生はきついよな。学校行かないだけで社会不適合者扱いされるんだから。前の学校ではずっと日陰に隠れてたっけ <laughs> また真っ黒な背景に <laughs>。黄色になれない主人公もう見てて辛いのよ。 夕言うぐれ <laughs> でも初のリアとのエンカウントイベントだ。いや、ちょっとこれ楽しみだね。うわ、びっくりした。おい、リア、今回は死生観とか買ったんだよ。<laughs> 前回失敗に終わったからな。もうちょっと爪痕残せよ。主人公の前なんだし。 うわこっちこそビビった。目を開けると、見知らぬ顔が完全に、顔を覗き込まれていたらしい。近い。ああ、なんだよ。屋上は立ち入り禁止だぜ。<laughs> どの口が言うとるんだ <laughs> リアにとっては神スポットなんだよ。唯一喫煙できる場所っていうことでな。そっくりそのまま返す。いや、ちょっとある意味主人公といい、リアといい、性格がオラオラ系だから、ここ波長合いそうな気がして、すごい期待してしまうわ。だわな。見知らぬ女子は、やりやりと肩をすくめて、体を起こす。俺も立ち上がった。ふう、ちょっと寝ちゃってたかな。<laughs> ちょっと <laughs>。<laughs> めめめ悪くて取るはずだった睡眠時間の不足分取り返しに来とるやんけ昼休み終わっちまうよ昼飯 <laughs> <laughs> 昼の時間にこんな空してたら週末を迎えたんかと思うわ <laughs> お前いつまで寝ぼけてんだよ 昼休みあ,あ、今は昼休みのはずなんだが。頭おかたともれる。眠けてるだけだよ、リア。世界が赤い。絵式も発動しちゃってる <laughs>。めちゃくちゃ黄色いんですけど、もうリアの頭も黄色いから画面がチカチカしてうるさいわ。あれあ、けいわ <laughs>。リアのせいで黄色く見てただけか。いい加減に座ってたはずなのに、妙に眩しいような。太陽が真横から差してる。南にあった太陽が西に移動してた。お前夕方の説明回りくど <laughs> 太陽が横から差してるだろ。西に移動してただろ。 また3文字で片付くぞ夕暮れって。夕方ど、どういうことだ時を飛ばす能力者から攻撃を受けている。<laughs> まずは、アタオカキャラなのリアの前だと。<laughs> あるある。俺もたまに攻撃される。お前もかよ。<laughs> あかん。カオスの匂いがする <laughs>。場が荒れるぞ、これ。冗談はともかく。え、てか待って。めっちゃ無視しちゃったけど、一人称俺なのリアって、ちょっと寝たところじゃない。熟睡してた。おかしいな。昨日は10時には消灯で寝不足でもなかったのに。10時に寝て6時に起きたんだったら、がっつり8時間でどれだけお前。<laughs> 足りねえなって言っちゃうの、それで。まあ嫌な夢見て寝心地は悪かったか。その分を今取り戻したらしい。午後からの授業、サボったな。 まあ、午後からは、例のエキスパートナチュラだからいいか。まあ、確かに、午後が来るたんびに、いちいちルート尊敬してたら、クローチャーとえぐいことになりそうだもんね、ストーリーの。ふういいさ、俺がいないことで、教室は平和だっただろう。<laughs> なんかすれてんな、心が <laughs>。弱ってる証拠やぞ、お前。うん んなに女子がじーっと見てくる。てか、すごい女だな。レーナレベルに、ド派手に頭を染めてる。なんか、シルビーとかエルで見慣れちゃってるから、金髪の女の子の希少性めっちゃ下がってる気がするわ <laughs>。てか、エロゲ主人公が、エロゲヒロインに対して、頭を染めてるっていうコメントしてる時点で、なんか違和感がすごいわ <laughs>。女は俺をじろじろ見た後、くすっと笑い。あ、これくすっと笑ったよな <laughs>。ちょっとだけ、慈悲深さの要素がある意味を浮かべるってことは、なんか主人公のメンタルケアをしてくれる感じなのかな。 <laughs> ウィンク超可愛い。てか名前覚えられてる認知されてるうん。名前知られてるっぽい。まあまあだよ。寮のやつかクラスでは見たことないやつだ。俺の名前が広まるとしたらあっちだろ。女はクスクス笑い。え、ツボわかんねえ。<laughs> L の前にいた時のリア全然笑わなかったのに <laughs>。 女の子を脅すのは感心しねえな。ええ、身に覚えのなさすぎる単語羅列しないで <laughs>。いつ脅したんだ仮に脅したとしてもパブロだけだな。してねえよ。どんどんおひれがでかくなってる。クラスの男子を脅したのと、ラジオ体操の剣がまぜこぜになり始めてる <laughs>。最悪の組み合わせじゃねえか <laughs>。もうラジオ体操してる女の子を襲う性犯罪者の出来上がりだよ、これ。あく、勘弁してくれ。お前は、ああえっとんんじゃねえ、お前 <laughs>。 はい、お名前などれやお前いつまで派手な表記で満足してんだよ。リア。あ、名字明かさないスタイルそれかあれか下の名前一回言ってからフルネーム言うタイプか劇団ひとりさんとかが言っているよねイケメンな名前の名乗り方みたいな。ソーマリア。ソーマリアめっちゃ意外だった。<laughs> リア、リアって視聴者さんのコメントで指知識得ていったから違和感全然なかったけど、名字初見だったからびっくりしたわ。リアか可愛い名前だな。言葉遣いに合わないくらい。<laughs> かわいい名前棚止まりでよかったのに <laughs> なんで心の中でディスるお前は。 何い<や>あ、ちょっと落ちててこれ。<laughs> 主人公が言葉遣いの割にっていうセリフを心の中に留めておいたことによって、可愛い名前だなコメントがめちゃくちゃパワー強くなってる。お前、部屋でマリア・ビショップの曲かけてたよな。え、バカ壁薄いやん。<laughs> そんなおともれすんのあのバカでかい量で。そんなことまで知られてるのか。それで、ファンなの推しだよ。<laughs> ファンなんてそんなチャチーモンと比べんな。ファンなのファンなのかい <laughs> お前自分自身で心のよりどころみたいな感じで言ってたじゃん。そう。相変わらず通 は下手ね <laughs> もうちょっと膨くらませんか <laughs> そこで私もファンなのとか言えば広がるじゃんマリアビショップトークがクイっとそっぽを向いたアンチかお前 <laughs> まさかの <laughs> え似た者同士ハをは合うと思ったんだけどなんだ向こういなお前 <laughs> コミショウなとこ、ダダ漏れだって。まあいいや、とっとと帰れよ。この学校7時に門閉まるぜ。え、マリアビショップトーク、あれで本当に終わりなんだ。<laughs> てっきりファン同士で交流とか持つ素敵なイベントになると思ったのに。うん、ああ、時計を見ると6時20分。日沈むの遅そ <laughs> 秋でしょ、今 <laughs>。いつまで夏引きずってんの、これ。残暑続きすぎだろ。まだ30分は大丈夫な時間だな。 まだ俺は。ま、まだなんか用あるんすか <laughs> 帰んねえのあ、お前がそれを言う <laughs>。だって、きりしてジリフ入って先に帰る流れだと思うじゃん。お前こそ。俺はやることがあんの。 お前どうせきついんだろお前どうせ喫煙だろゅうえで主人公の寿命を縮めようとすんな黙っとけよ。黙っとけよって言うんだったら、人前でタバコ吸う癖やめたら。<laughs> あれかなやっちゃいけないことをやってる俺かっけえ。みたいな、そういう現象かなもしかして。お、胸ポケットを探るリア。どこどこどこ <laughs> どこに胸ポケットがついてるのロックの C の部分。もしかしてポケット状になってるその形のポケットだとタバコ曲がりに曲がっちゃわないキラッと、ペンダントをつけてるのが見えた。え、そのペンダントって十字架じゃないよね。ちラッとって言ってるし。こいつ小物多すぎてわかんねえんだよな。<laughs> 取り出したのは、うわ。ナイ 取り出したもののを加えて貯水槽の上に登るリアおい、タバコよくねえぞとか、正義感振りかざしてるふりして、登ってるリアに詰め寄れば、下から天国を見上げられるかもしれない。下からは見えなくなるな。俺もついていく <laughs>。ロケーション変えた意味ねえじゃねえか <laughs>。でも、喫煙という秘密の共有ができて、なんかどのヒロインよりも親密度爆上がってる気がするわ、これ。 惜しいな <laughs> 手に持ってる。R18 金グッズがなければ、夕暮れの屋上で佇む、物憂げな美少女っていう題目で、最高の紙一万円なんだけどな。<laughs> タバコって18金だっけ ?20 金だっけおい、R18 金グッズ増やすな <laughs> なんかもう水着じゃないかっていうぐらい、堂々とパンツ見せるね、お前。<laughs> いやでも予想通り黒の下着か。暑いな、それは。なついてくんな。いやもう目の前に黒パンがあったらついていっちゃうよ。<laughs> まあそうだな。お仲間だと思われたくはないシチュエーションだな。暑いてきたお前がそれ言っちゃうんだ。<laughs> 降りるのが正解かもしれないが、一応言っとくと、タバコは寿命がどうたらこうたらで、あなたの健康にもどうたら言われた。<laughs> リアにとってタイムリーな話題だから <laughs>。もう非喫煙じゃん、全員それ言うじゃん。もうちょっと語彙力育ててほしいよね。 ラブリッチェ